ラース・ロッケ・ラスムセンは、デンマークの政治家、同国首相、内務、保健大臣、財務大臣などを歴任した。九百九十四年九月二十一日に、デンマーク議会議員に初当選、ベンスタが政権を社会民主党から奪取した二千一年十一月二十七日より、アナス・フォー・ラスムセン首相の下で、内務省、保健省を二千七年十一月二十三日に、 発足した第3次 a フラス無線内閣で財務省に就任、当職ではベンスタ副党首に就任した。2009年4月4日にアナスフォーがナトー事務総長に選出されたことから翌5日に指名を受けて首相に就任し、これに伴い7日に財務大臣を退いた。アナスフォーは同時に与党ベンスタ党首も辞職したので党首にも就任した。 2011年9月15日に執行された総選挙でベンスタは第一党の座こそ維持したものの中道右派グループとして連立政権を構成する他の政党が伸び悩み過半数を維持できず社会民主党を中心とする中道左派グループに敗北16日に内閣総辞職した2015年6月18日に執行された総選挙でベンスタは 第3党に転落したものの、中道右派グループが過半数を獲得し、社会民主党を中心とする中道左派グループに勝利、連立交渉を開始した。しかし、連立交渉は折り合わずベンスタ単独となる内閣で28日に首相に就任した。2019年6月5日の総選挙では、ベンスタは前回選挙より得票率を伸ばしたものの、 中道左派陣営が過半数の96議席を獲得し政権交代を許した。元首相のポール・ラスムセン、前任の首相のアナス・フォー・ラスムセンと名字は同じだが、血縁関係は全くない。これにより、デンマークでは同じ名字の首相が1993年から2011年まで18年も続いた。デンマークのマスコミは間違いを避けるため、 前任の首相のことをアナス・フォー、ラースのことをラース・ロッケと呼ぶことが多い。なお、日本の外務省はウェブ上などでルッケ・ラスムセンと表記している。ありがとうございます。